鎌倉野菜は神奈川県鎌倉市及びその周辺で生産されている野菜類である。市内の産地は北部の関谷や白巡り、西部の上町や笛が手広が主である。2005年の農業センサスのデータによると農家の個数は169個で、そのうち専業農家は34個である。鎌倉市の統計によると、 市内の農業従事者は1995年の574人から2010年には256人に半減、田や果樹園も含めた、高地面積は1995年の80ヘクタールから2010年には60ヘクタールに減少した。隣接する旧鎌倉郡にあたる横浜市栄区長尾台町にも生産農家がある。鎌倉周辺の気候は温暖であるが、 海が近いため盆地のように極端に暑くなりにくく、冬には積雪に見舞われることが少ない。このため夏野菜の栽培に適しているだけでなく、冬場の農寒期も短く、糖度の高い冬野菜の生産が可能である。栽培方法は、ハウス栽培より、露地栽培が主であり、一つの畑で複数の種類の作物を栽培する、様子は、七色畑とも形容される。 年間を通じて切れ目なく出荷できるよう、各農家は少量多品目の栽培を行う。夏野菜のトマトやキュウリ、冬場の大根をはじめとする根菜類のほか、季節によりフェンネルやズッキーニなどの西洋野菜、カラフルな人参類、バジルやレモングラスなどのハーブやアイスプラントも市場に並ぶ。連売の愛称でも呼ばれる。 鎌倉市農協連続場所は1928年開業で地元農家が外国人の牧師からヨーロッパでは農家が自らで生産した作物を決まった場所で直接消費者に販売しているという話を聞いたことがきっかけになった。現在連売には23件の農家が登録しており4番に分かれローテーションで出店している。連売のほか鎌倉市内のやおや、スーパーマーケット、 農産物直売所でも小売りしている。1995年からは、鎌倉市と市内の農家、相模農業共同組合が連携し、農産物に鎌倉ブランドマークの商標の表示を行っている。鎌倉の野菜は長らく地産地消されてきたが、東京の有名飲食店のシェフが買い求めに来るようになり、1998年頃から注目されるようになった。 鎌倉製菓地方卸売市場では、鎌倉市及び周辺の藤沢市や横須賀市、茅ヶ崎市、横浜市、三浦市などで生産された野菜類を鎌倉市場野菜のブランドで卸売しているが、市場野菜の生産農家は単一の品種を生産しているという点で、多品種生産を行う鎌倉野菜との違いが見られる。ありがとうございます。